世界で活躍する佐藤大輝率いるデザインオフィス粘土が西武蘇合とともに生み出したプライベートブランドバイエヌ佐藤大輝はブランドコンセプトをこのように語る日常全体を包括していくような柔らかく全体を包み込んでいくようなブランドになれたらいいのかなということでちょっとした瞬間に気づくとか誰もが気づいたことがあるような喜びだったり。 小さなななきみたいいいもののを込めていけてけるのかなという実はしますそして粘土のデザインで統一された世界初のショップバックヤードバイ・エヌが西部そごうにオープンバックヤードっていうのはお店の裏みたいな感じで工場から届いて箱を開けた状態。 お店の裏をちょっとと覗くかみたいな感じであ,ったりとかあとはまあ裏庭っていう意味があるので、まあ、小さな子供がこが遊ぶようなそういうちょっとワクワクしてる感じというそういうコンセプトでバックヤードっていう名前を付けさせていただいてお店も結構そういうちょっと倉庫っぽい感じのイメージになるのかなという暮らしに小さな驚きをバックヤード・バイ N ・ N 西武そごうだけの新しい価値をこれからも。 ジェンウェーブ西部総合クリーンエリオ佐藤大樹さんとクリストもここでお届けしていますそしてここからはワークスインプログレスはい、はい、このコーナーではデザインに関するさまざまな依頼を受けましてそのプロジェクトが完成するまでのドキュメンタリータッチというコーナーなんですけれども、はい、スタジオには今回で3回目ご出演となります小学館ドラえもんルームの徳山雅樹さんいらしてくださってますこんばんはあこんばんはよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,しします少しなんか ミントカラーの爽やかなドラえもん T シャツ。T シャツですか今日は。これあの新発売のですね T シャツで、あのロッキンオンというブランドのあの下がちょっと長いドラえもん。これちょっとおしいんですか。こう下がベロンと出てるドラえもん。ベロソー占い大当たりかな。いやちょっとごめんなさい。ベロソーだの大当たり。ベロソうを見るっていう話があるんですね。ベロそうじゃなくて。ベロで占いをするという話があって、それを抜いてるんだと思うんですけど、よくこれを T シャツにした。 ドラえもんグッズってまだまだね誰もやってないアイデアとかがいっぱいあるんだなと思いましたね。今日いろいろスタジオにもどんちょっとお土産をですね今日はいあのこれですねあの実は粘土さんの方にもお持ちして好評だったのでこちらにもお持ちしたいんですけどはいあの中に栗が入ってるってこれ栗エイ用にちなみまして栗入りでございます。はい <laughs> こっちがちなじっちゃう、えっと。焼きに注目してほしいんですけど、これと屋って書いてあります。あの時間のじと書いて時き屋です。あのこれですね新宿西口にあるお店なんですが、あのこれ知る人ぞ知るで、あの藤子フ藤オ先生の仕事場が近かったんでよくここの店で買ってらしたという言われている。 美味しい食べてどうやって開けたの開かないんだけど横からピリッてやるおかしいなー大丈夫ですとケアさん聞いてますよちゃんとまだ栗まで行かないですねあったー中に何か入ってる感をまたドラえもんっぽくていいですよねすごく大きいんですけどオッケーですめっちゃいっぱいになっちゃうかもしれないよかったです美味しい ちょっと徳山さんに頑張っていただきたいと今クリスさんと二人食べちゃってて喋れなくなっててあのね美味しい美味しいでしょあんがちょっと甘すぎなくていいですねちゃんとしっとしてるし好み好みでも後でその間私がご紹介させていただきますとワークスインプログレスということでまあドラえもん絡みでですね進んでるプロジェクトが番組であります藤子 F 不二雄さんの生誕80年を記念したムック本 F ライフでこの企画で大木さんが考えたドラえもんの新しい秘密道具 触って時間がわかる目覚まし時計のネーミングをリスナーの方に募集させていただきました。でたくさんありがとうございました。はい、ありがとうございます。でですね、7月29日に発売予定のエムク本ン F ライフでその時計がお披露目されるということがあって。はい 入稿締め切りが今日なんですか？これ6月20日にして今日ですよね。まさにあの日曜日に。だから本当に今日決めないと。はい。もう日々このことを考えながら仕事をしておりますので、もうその一環です。なぜならこの後あの佐藤貴さんの取材もさせていただいて。あそうなんです。このプロジェクトのまあさつ手間もこの記事にさせていただくというのがありますので。よろしくお願いいたします。仕事の一環でございます。はい。でそのリスナーの方からのもちょっとまああの。 スタジオがドラえもんとメリンとドラえきとミールでたくさんですがご紹介をさせていただきますのでえまずはでは私からいきましょうかえーブートルスさんからいただきました「腕時計でも振り子時計でもない新しい時計だけど名前は前からあったような言いやすいネーミングということで「フれ時計」。

あ、ね、面白い。まあ、可愛いかも、触って、ちょっとくすぐったい。こう時計を触る、つまりくすぐると、それを吸ってるみたい、時間を知らせてくれる。ちょっと可愛らしくていい。時計側の、感じになって、いいです。くすぐられてる感じ。本当、本当。新しい。ちょっとでも空気感いいですね、これは。くすぐったムなるほど。それ好きだな。ええ。胸やん、それから、ポッポ猫からは、手ざまし時計。 ああ、なるほど。これもありですね。考えながらちょっと切れ味いいですね。胸やん、単純で用途のわかりやすい、子供が覚えやすいネーミングこそドラえもんの道具じゃないかと。ううん、手まし時計う手で、手で、目を覚める。触った感じが手から起きていくっていう感じは。じな手なんだって、ストレートですけど、思いつかなかったですね。手覚まし時計。結構シンプルだけど、思いつかないですよん。これはかなり秀逸ですね。面白い。 じ続けたジョディさん。触っとけ。触っとけ。ドラえもんにしては、言葉が乱暴かなと思ったんですが。タケコプターや、どこでもドア。並みに、そのままネーミングにしてみましたと、いただいてます。わかりやすい。それ、大事なことなんですよ。あと、言いたくなる、リズム感がある。触っとけで、ちょっと言いたい。触っとけ。いいですね。いいネーミングって。 3か条あるると思ってるんですよ、うん、あのまずはダジャレになってるっていうこと、はい、ベタですけどね、はい、ダブルミーニングっていうことです、うん、あの2つの意味をうまくかけてるっていう。はい それととがいいってこと大事ですねやっぱり、まあ、思わず口に出したくなるっていうこと、はい、それと用途がすぐ分かる、はい、まあこれはもう商品化のネーミングみんなそうかもしれませんけれども特に「秘密道具ってそういういいいい名前が多いんですよねあのどこでもドア」ってすごいネーミングだと思うんですよ「はい、どこでもドア」って全部 D で韻を踏んでるし機能もぴったりあわし、はい、表してますしね「どこでもドア」って素晴らしいネーミングですよね。 これあのーネーミング、本当にたくさん頂戴して、一部今ご紹介させていただいたんですが、まだまだ、はい。曲を挟んで、ネーミングで盛り上がっていきたいと思います。うん、曲はゴンザレス、ワーキング。ジェンウェーブ、セーンソゴ、クリーンエディア、お届けしたのはゴンザレスのワーキング。 この時間はリスナーの皆さんとも共同作業ということでゲストには小学館ドラえもんルームの徳山まささんをお迎えしておりますよろしくお願いいたしますドラえもんルーム徳山ですよろしくお願いしますよろしくお願いします、はいえー、さてさてまだどんどんあるのでちょっと行きますね、はい、どんどん行きましょう、えー、ラムネサワー職人さんからは、うん、起きるというのと置くというのをかけて 置き時計 <laughs>、うん、こういうのも来ます <laughs> 一巡して普通になった面白い例ですこれがねそれからまさきさんふれあいウォッチ<ー>人が時計に触れる<ー>、えー、時計は時間を伝える<ー>というこの時計の人との関わり方は人と触れ合っている会話をしていると感じましたということでフレイウォッチデザインの 本質というか自分の意図をかなり汲み取っていただいてるネーミングですよね確かに丸ちゃんは目騙し時計目で見るものではないというコンセプトを込めました一瞬目で見るのかなと思ったら「あっ手だ」ってことかな違うかな面白いなソペタさん「未んけ時計」

放送であの時計をずっと触ってたい、触ってて気持ちいいって言ったから。触ってたい。だから触ってタイムってことにしてくださった。具体とタイムをかけたんですね。そういう。ね、スタッフがその横に、おさわりタイムはって書いてあるんだけど。これなんかと思って、これちょっと違う、何言ってんですか。全然の二十銭。これ対象だったら驚いちゃう。ちょっと教育的に問題あります。も徳山のコメント。近いの考えてたので。どっちだって。 そっちの無言なだそっちの無言なんだ徳山さんリスナーの方のあのちょっとバーッと今ご紹介をさせていただきましたけど徳山さんも実は考えてきてくださっているということで聞 <laughs> い,ろいろ考えてみたいですよね <laughs> 聞きたい 最近は寝ても覚めてもこの時計のネーミングを考えて寝てないじゃないですかあと起きる時にこの時計のことをハッと思い浮かんで今触ったら何時かなとか思いながら考えたりしてましたけどねそしてそしてえっとじゃあですねちょっと考えた順番っていうのもだんだん変化していくものなんですネーミングっていっぱい書いてありますの一応端から言いますねえっとねまずブラインドタッチっていうことかなと思ってブラインドタッチクロックから貼って してちょっと長いので名前ネーミングとしてはドタッチクロックまで短くしました。タッチクロッドブラインドタッチ長いじゃないですか。でもドタッチでわちょっとわかりやっぱりタッチもうなんていうのな。もっと角になって。可愛くたいいですよね。でタッチクロックでさらに可愛くタチクロくん。タチクロくん。 で、くんずけってある。んですか、ね、そうなんですね。あ、あのドラえもんの道具自体にはなかなかないですけどね。うん、あのモチーフにした、あの商品なんかね、よくあります。ええ、ドラバル君っていう熱気球があったりとかしましたけど。ああ、じゃ、ええ、ちょっと戻って、ドタッチ君とか考えたんですが、だんだんキャラクターみたいになってきたので、やめまして。えー、えー、ムニムニクロック、グリグリクロックあたりから、まあ、ムニクロ。 売りつぼくろてなんかちょっと聞いたことあるんですけどねなんかね。モムクロとかでねちょっと聞いたことあるシリーズになっちゃいましたねやめましてきわどいところすればですね徳山さんあの触るという触るということで漢字で書くとショックですよねで、まあショクロックとかも考えたんですがショックロックでそこからタイムショックっていうのを考えましてタイムショックってなんでしょうクイズ番組タイムショーでしょ またそこからさらに踏み込みまして時間の字で G ショックってのを考えます。G ショックスタッフがあの座をついてますけど大丈夫ですかねこれは。オリジナルとオリジナルの名前ですけどまずかったですかね。G ショック。オえそこからまあちょっと時間がわかりにくいから。徳山さんまだ続くんですか。変え すすすみませんんあとととつでで <laughs> 時間を知りたくなるっていい,いことだと思うんですよう、はいはい、前回の放送の終わりで佐藤さんが言われてた、うん、欠点があるデザインっていいデザインなんだっておっしゃっててだからはい、はい、分かりにくい針があるべきものがないからかえって時間知りたくなる能動的にっていうことで、まあ、知りたい、はい、知りタイムっていうのをああ知りたいりそう さあ,あ,あ触り心地がいいので触りタイム,いいタイムようやくストライクゾーンに <laughs> 心配したわ、えー、<laughs> 危なかったです今しかしあとはですねもううんと元に戻って、はい、秘密時計、えー、秘密時計ちょっと放送事故みたいな <laughs> <laughs> 一応今そんなところなんですがやっぱりリスナーの方の方がセンスいいなと思いますよね。とにかく今日中に決めなきゃいけないということと番組が終わりそうだということもありましてちょっとここでですね曲と CM に来まして最終審査ちょっと最後まで徳山さんお付き合いいただいて。 決定を標準にしたいと思いますので、はいはい、皆さんもうしばらくお付き合いいただきたいと思います西ーブソゴクリエイディオン曲は 4C 年度の佐藤大輝とクリストも子がデザインをテーマにお届けしてきました西ーブソゴクリエイディオン さあ曲とも CM の間いろいろ審査が進みまして難航しましたね難航ですねほとねこの大木さんデザインドラえもんの新しい秘密道具のネーミングが決定しましたということでいいですよねねでは徳山さん「はいドラえもん風にお願いします」お願いしますっててて触とけ クオリティー結構高かったんじゃないですかい<や> <laughs> 今ものまねの。 悩みましたねこれねあのっと捨てがたい案がいっぱいありましたけどね手覚し時計とかもやっぱり良かったしね手覚し時計も素晴らしかったんですんやっぱり秘密道具ってこの使い道を端的に表すっていうのもすごい大事で触っとけはそこもやっぱりありますし時計だってこともすぐ分かった上でどうするか分かるしなんか最後に触っとけってこう伸ばして言いたくなるでしょこれタケコプターっていうのもやっぱりそこだと思うんですよね そうですね、ええ、触っとけって言われて外観を見てですね、ええ、皆さんもぜひ写真あのホームページをご覧ください、うん、しっくりくるなんか触っとけって感じ、うんはい、愛着が湧いてきます、えー、ジョディさんの作品がご当選と言いますかありがとうございますありがとうおめでとうございます嬉しいですねジョディさんは何か差し上げられますかですよね何かせっかくので,、ね、ではあのこの夏公開の、うん 3DCG ドラえもん映画「はい、スタンドバイ・ミー・ドラえもん」うん、え8月8日公開のこの映画の入場券を差し上げたいとうありがとうございうりいたし,ます<う>しかもこの8月8日って間の点が赤かったりするちょっとドラえもんの顔に見えるんですね。 これもちょっとやられた感がありますね。ドラえもんの誕生日とかじゃないんですよね。あのですね誕生日は9月3日なんですね。すで8月8日はあの本当にこうデザイン的にもね<え>、まあ、形が偶然かもしれませんけど素晴らしいですよね。ちなみに8月7日はのび太くんの誕生日です。あ<ー> <laughs> る おめでとうございます、ええ。おめでとうございます。なぜ <laughs> か前日なんですけどね。<laughs> ねはい、そうなんですね。そうなんです。じゃあね、あの、うん、祝のび太誕生日スタンドバー番ー <laughs> 公開ジョディさんぜひご覧になっていただきたいと思います。そしてあの大木さんデザインドラえもんの新しい秘密道具は7月29日発売予定のムック本 F ライフ第2号にこの番組の内容と,とともに詳しい内容を掲載されるということで奥山さん引き続きよろしくお願いいたします、はい。はい。これからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いお願いたします。いや決まって良かったですね。いや本当にでした。<laughs> はい、えー、徳山さんにも来ていただきました、はいえー、西武総合クリーンエディオ今日はここまでになりますまた来週日曜日の夜9時にお会いしたいと思いますここまでのお相手は年度の佐藤大輝とクリストモコでした